これ夜になると暗いんだけど、ここに街灯があるからすごくね、綺麗に映るんだよね。知ってるんだ見た、写真ね。すごい立派だね。立派。風車もね、風車も回ってるしね。すごい立派。道の駅なのに広い。これなんかね、温泉とかパムついてんじゃなかったかな。ふわっとたまがね、大きい。すごいよね、ここ。ふわーって。トママ温泉、ふわっともう併設されてます。すごい立派だよね、これ。施設が。すごい立派。鯉のぼりたちが建物の中で所狭しと泳いでる。すごいね。行きます。手売り、ヤギしり、リしり、これね、見えてるんですよ。すごい。もやがかかってるけど、ちゃんと見えてます。なんか見ようにはさ、なんか見えるような、あれでさ、利尻富士とかなの。ただの雲？雲だよ、雲。え、雲でしょ。そうだから、こっちじゃないの。え、そしたらあれが利尻富士、もしかして雲かなと思ったんだけど、それっぽく見えない。見ようにはわかんない。ふわっと玉貝の前景です。足湯もできます。足湯結構暑い、気持ちいい。風が、ね、あるから体感はね、涼しいんだけど、足はすごい気持ちいい。天然の足湯だから、これは気持ちいい。温まる。はい、ゴー。桃太郎ってやってたよそして石がパカって割れたとか言ってやってたお兄ちゃんがたおかしいね。もう一回やってみて。え、箱桃太郎でやってたよさっき夕焼け通り、オートキャンプ場とフォリー、ホービト岬っていうのがあるそうです。行ってみる。お尻痛い、昨日の山で。私お尻痛い、ここ筋肉痛。また行くの。どんな感じかな。なんかこういうのいいね、こういうのいいね。また金があるのかな。ないよあ、恋人岬に着きました。え、ここ恋人岬。うん、どんな感じ？恋人岬。もうこんな。はい、恋人岬。恋人岬って書いてあるから恋人岬。次、もう一個上。あれ絶対リフジ、リシリフジだ。リシリフジ？リシリフジね、確かにあれだけね、動かないんだよね。よかった、見れてよかった。いつまで経ってもあの形から動かないから、やっぱりリシリフジなのかな。もう一個行ってみよう。おー、オートキャンプ場に着いた。おー、ちょっとあれすげー近くで見えるよ、風車、ね、キャンプ場と風車。あんなところでさ、キャンプ場してさ、回ってたら寒くないのかな、あの風で。来ないよ。寒いよね、よくやってる。はいはい、ホリー。ホリー何ですか、ホリーって。わかんないあ、入れるの。なんか怪しい、怪しい倉庫。はい、これがフォリーの正体でした
ホリーの人だったの。何なんだ。ホリーの正体を見た。なんか前はあれだったのかな、こういうところで岬が見えますよってあれだったのかな。はい、そしてふわっと戸間前、結構そばはね見えます。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録といいねボタンをお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。したっけねそして石がパカって割れたとか言ってやってたお兄ちゃん方